いわゆるプラモの工具の。そうですね、あの新潟県三条市 の、うん、あの工具のメーカーになります。はい、アイガーツールと申します。よろしくお願いいたします。一見シャーペンのような。はい、あの今非常にあの話題になっていただいているです、はい、この沼ヤスリというヤスリなんですが、ヤスリなんです。特徴はですね、はい、あのシャーペンの芯と同じ太さの極細のヤスリでございまして。その芯がヤスリなんですか。はい、あの太さがまず2種類あります。 0.3 ミリのものと 0.5 ミリのものですね。取れますか。はい、わかりますでしょうか。その特徴としては、はいはい、これだけ細いんですが、はい、折れにくいと。折れにくい。いうことでバネのようにこうビヨンビヨンってすごくその粘りを持たせてます。あとはこの長さの分全部ヤスリになってますので、はい、あの使い方によっていろいろなこう使い方ができると。この長さを利用してこうしならせながら全体でこう溝をヤスリったりとか、あ、面白い。はい、あとは逆にこの短くすればかなりこうしっかりと深く掘ることもできると。結構細さの割には結構力強く、ね、そうですね、はい、なので、まあ、プラモデルもそうですけど、はい、あのフィギュアのようなこういう複雑なこう髪の毛とか、はい、あのたくさん曲面があるところもこう隙間に入ってしっかりとこうヤスリで仕上げてディティールアップができると。はい、いいですね。そういう曲がるから曲面もちゃんと沿うように、こういった髪の毛、服のシワ、あと手の指なんかもそうですね。なかなか今までのヤスリや道具では難しかったところもできます。あとは例えばこのような小さな穴の内側とかですね、結構多いのがあのガンプラとかの武器の 銃口 の、 その内側をこれで、はい、あの丸く綺麗にヤスリをして、はい、リアルに仕上げるとかいう、うん、あのユーザーさん多いですね。はい、おいくらですか。これは、税抜きですが、はい、このセットで2980円になってます。プラス税金。はい、プラス税金で。実際普通のシャーペンでも使える。あ、大丈夫です。お気に入りのシャーペンがお手元にあればそれに移し替えて使うこともできます。あとはあのいろいろ使う箇所によってあの粗さ細かさが何種類かありまして、うん、400番、600番、800番とそれぞれまあ番手ですよね。はいはいはい、で展開があるんですね。そうなんです。でこれだけの種類があって、まず何を買ったらいいのかってお客さんが迷った時は、うん、この 0.5 の太さの600番、これがもう万能的に使えておすすめです。安定の600番、はい、もしお迷いの方いらっしゃったらこれをおすすめいたします。最初の一本に。最初の一本に、はい。あの新潟県三条市 の、 あの株式会社スリーピークス技研と申します。あのペンチやニッパーの製造をあの行っている会社になります。はい、いっぱいありますね、いろいろ。あ、そうですね、今回はあのホビーショーということなので、はい、ホビー用向けに使えそうなものを一通りご用意しました。全体的で見たらこれ本当に10分の1にもならないんですけど、はい、実際には250アイテム以上ペンチニッパーだけであります。はい、まあ、産業用もあればあの趣味用、基本的にはもうほぼほぼもうプロ用として作っているものなの で、 でその中でもあの今回一番その模型用にお勧めしたいのは、まあ、こちらになりますね。模型プロ型場プラニッパっていう商品になります。はい、で商品名に、まあ、型場と書いてあるので、うん、文字通り型場式なんですよ。あの刃の部分がこう、うん、まあ、普通両方切れるんですけど、こっちは右側が切れ刃、左側が受け刃ってなってて、受け刃の方は、まあ、真っ平らです。切ることはできないという、うん、なのでまな板と包丁みたいな関係のニッパーになっているのが特徴です。いわゆるニッパー の、 あの両刃の潰すっていく感じではなく、そうですね、切る、本当に切るって感じですね。ちょっと触ってみますか。もう切るだけ、まあ、本当に切るだけなんで、はいはい、あの通常のニッパーちょっと持ってもらった方がいいかもしれないです。はい、これをこっちの方を先に使っていただいてから、はいはい、手応えを、あ、はい、うん、まあ、こういうバーンとこう飛んでくる、いわゆるニッパーですね。はい、これが片刃、これが片刃ですね。上が刃です。こっちが刃です。はい、下が刃ですね。はい、右手で持つと下側の方が刃になります。あ、はいはいはい。ちょっとない手応えですよね。うん、はい、なんか一定のところからもうスッと入る。スッと入るっていう、はい、飛んでかないですし、はい。でこの切れの軽さっていうのがまず刃が薄いことですね。通常のニッパーと比べるとこのぐらい違います。
ヘッドがコンパクトでなおかつ薄いっていうのが特徴になってます。なるほど、はい、でさらに普通に、まあ、普通にこうカットしますとこんな感じですね。白くなるのが一般的なんですよ。いわゆる白化って言われるやつですね。でこれをこのニッパですとこういうこのようにこう削ぐように切れる、こう削ぐように切れるんで、で削ぐように切れてるとどうなるかっていうと樹脂の濁りが出にくいっていうそんな機能を持ってます。ヤスリやナイフの出番をぐっと減らせる、全くなくなるわけではないんですけども、でこれでこの方式で部品の切り取りをちょっとやってみたいと思います。これグレーの樹脂ですね。目立つやつですね。割と目立つやつ。これをちょっと浮かせて切ってもらいます、はい、ちょっと浮かせます。二度切りですね。そうですね、いわゆる二度切りってやつですね。はい、切り出しました。で切り出したところここですね、はいはい、残ってるところあります、何箇所か。でこれを今度これを刻んでいきます。で非常に刃が薄いので刃を入れていっても仕上がりはこんな感じです。なんかもう本当ナイフのような、はい、そうですね、もうほとんど、まあ、ナイフとして使いたかったっていうのが一番ですね。なので余計な部分、やするとどうしても他の部分も荒れてしまうんですけど、うんうん、これはニッパで刃が当たってるところしか切れていかないので他の部分を痛めつけないっていうのがポイントになります、うん、なるほど、はい、切れ味ですかこれは。そうですね、切れ味ですね。私ども全部の商品っていうのはこの刃がついてる商品っていうのは全部人の手で研ぐんです、うん、機械で加工するんですけど最終の仕上げは全部手ですね。ダイヤモンドヤスリを持って一丁一丁こう手でこう切れ味を 極めてからチェックしてそれで出荷されるので、はい、このクオリティを要はそのマスプロでやるっていうのは非常に難しいところで、はい、なかなか他のメーカーさんはやろうとしてもトライしないですね。そうなるとちょっと単価が気になるところですけど。そうですね、通常の商品であれば大体我々3000円ぐらいからニッパ買えるんですけど、はい、これはちょっと高いんですけど、まあ、実売で見れば、3000円台中盤ぐらいですかね。まあまあ、手が届かないほどだ、なんか1個プラモデル我慢すれば買えるかなぐらいの、そのくらいの価格で購入できます。ああでも、まあ、正直もっと高いニッパーは知ってるんで、そうですね、そう考えるとそう考えるとっていう、はい、うんうん、で実際使ってくださってるユーザーさんの話を聞きますと、ほどほどそのラフに扱ってもこの切れ味っていうのが生かされるので、結構こういう切れ味の高いものっていうのは切っちゃダメなものとか切断能力を結構低めにするんですけど、こちらの商品はもう樹脂棒で言えば3ミリまで切れるので、普通 の樹脂ゲートってそんなに太くはないんですけども、なんだったらこの今一番最初に切ったこの枠、これが大体樹脂棒でいうと、約3ミリ程度なんですよね、うん、これを普通にバシバシ切っても別に問題はないので、うん、あまり気兼ねなく使っていただける、もう 使い方にそのデリケートさは一切ないので。なるほど、はい、あとはまあこの辺のバネなんかもオリジナルで、これ金属じゃなくて樹脂バネなんですよね、うん、バネ自体は簡単に交換ができるっていう、こう なるほど、はい、俺バネ嫌いなんだって人は抜いて使ってもらえればすぐにバネなしの状態になります。バネ自体は全ては当社の商品、これ全商品共通のバネ使ってますんで、うん、1種類買ってもらえればどのバネ買えばいいっていうのはもう迷わなくて大丈夫です。なるほど、はい、もう差し込んであるだけなのでこれだけです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。